はいどうも、元役者でファイナンシャルプランナーの井上陽介です。今日はですね、退職金制度が会社にありながらかつイデコもされている方だったりするとですね、この退職金が多いと退職所得控除を全部使い切ってしまったりする、すると出口部分で若干税金が発生する方がおられると思います。でそういう場合はですね、退職金とイデコの受け取り時期を少しずらすだけで税金がですね、場合によって10万とかそれぐらいの金額で少なくなっていく可能性があるので、その理由とですね、仕組みというところを解説していきたいと思います。では時間がない方もおられると思うので、まずは動画のポイントを解説していきます。ではまずポイントの一つ目ですが、まずは退職所得という所得の種類をですね、理解して、この税金というのがどういう仕組みなのかというところを理解していくというところで、まずこれを説明していきます。そしてポイントの二つ目ですが、その退職所得にはですね、大きい控除があって、この控除があるからイデコのメリットが大きいっていうところで、これはですね、縮小される可能性が検討されていたりとかですね、そもそもこうイデコはですね、ちょっと控除の仕組みそのものを変えてしまおうよみたいな意見も出てきていたりするので、2、30年先だったりすると今日のお話がですね、結果変わっちゃう可能性はあると思うんですけど、知識として仕組みを理解するっていうのでも税金に詳しくなると思うので、知っていて損はないかなと思います。でこのあたりを説明したらですね、最後ですね、なぜ少なくなるのかという仕組みとしてですね、所得税というのがこの累進課税といってですね、年度ごとの課税所得の金額に対して多くなればなるほど税率が上がっていく仕組みになっているので、それを分けてしまうとですね、少なくなるというシンプルな仕組みで、この累進課税をですね、結構勘違いしている方も多いので、このあたり図を使いながら解説していきます。そして最後ポイントの4番目ですが、退職金がめちゃくちゃ多いとかそういう方でなければですね、それほど今日の内容は気にしなくていいと思いますが、ちょっと退職金が多い会社なんだとか公務員の方だったりすると退職金多いと思うので、そういった方は参考にしていただけると思います。今日のお話はですね、以前に退職金制度がない方は、一つの例としてイデコ1万プラス新ニーサの組み合わせっていうのが一番こう税優遇っていうところを上手に取れるんじゃないかというお話をしたんですね。でそこでコメントとしてですね、退職金制度がある場合はどう考えればいいですかというご質問をいただいたので、今日はですね、次回と2回に分けてお話しようと思うんですけれども、まずは今日はもし課税される方であったらですね、ちょっとこう受け取り時期を変えたりするだけで税金が少なくできるというところを解説します。でまた次回はですね、多すぎたとしてもイデコのメリットが生まれる可能性はあるので、そのあたりは次回で解説したいと思いますが、まず今日はですね、なぜ分けるといいのかっていうその仕組みを解説していきたいと思います。ではまずはですね、退職金とかイデコを受け取った時というのはですね、これ今国税庁のホームページですが、退職金を受け取った場合はですね、退職所得という種類の所得に分類されるんですね。お給料だったら給与所得とかって言って分類が分かれる。退職金は退職所得というものになるんですね。でこれは独自の計算方法で、ここに書いてある通り、収入金額から退職所得控除を引いて、その半分が退職所得の金額ですよ。でこの退職所得の金額に税率をかけた分があなたが納める所得税の金額ですよという仕組みになっています。この退職所得はですね、この退職所得控除というのがまず大きいというのがメリットで、さらにそこからですね、引ききれなかっても半分になって、そして半分の部分が税金の対象になる。さらに退職所得はですね、分離課税といって他の所得と合算されなかったりするので、この退職所得控除が大きいっていうところと分離課税という2点でメリットがあるんですね。でまずはこの退職所得控除っていうところから説明をしていきます。退職所得控除の計算式はこのような形になっていて、若干ですね、改正される可能性があって、でちょっと2023年の11月の段階では来年以降に見送るというふうになったんですが、20年以上になるとですね、ちょっと控除が大きくなるっていうのをもしかしたらなくすかもみたいな話は今出てますが、現状の制度として解説をしていきます。ここ勤続年数とかありますが、イデコの場合はこれは拠出期間だと思ってください。要はちゃんと積み立てしてる期間ですね、運用だけしてる期間は入れないよということです。で20年以下のところを見たら40万 ×A と書いているので、20年以下の場合は1年につき40万円の控除額が増えていくよと。そして20年を超えるとですね、ここ800万 +70 万 ×A-20 年と書
書いてますが、これ800万っていうのは単純に40万かける20年したら800万になりますね。20年目までは20年間続けたら800万になるから、そっから以降はですね、これ A-20 年っていうのはここの勤続年数ですから、21年目っていうのは 21-20 したら1ですね。で、70万っていうことはすごくシンプルな話、20年超えたらですね、控除額っていうのが40万じゃなくて70万にアップしますよっていうふうになっている。もしかするとこれが縮小されるかもしれないみたいなところは今検討されてます。これが退職所得の控除の金額の計算方法ですね。で、もしですね、イデコと退職金両方やってる場合、どうやってカウントすんのという話なんですけれども、例えば、すごくシンプルに22歳から60歳まで会社でお勤めでしたと。ということは38年間勤めていると。そして35歳からイデコを拠出して60歳までやりました。という場合に関しては、勤続期間と拠出期間被ってますよね。ですが、重複している期間はダブルではカウントしないということになるので、この方だったら22歳から60歳までの38年間というのが、この控除の勤続年数とかに該当することになります。ですので、38年の場合だったら、この計算式に当てはめると、800万円足す70万円かける18年すると、2060万円ということになるので、この2060万円以下の退職金であれば税金がかからないよというふうになります。ただ、退職金が多い方だったりするとですね、退職金だけで2000万超えてる人とかいてるので、退職所得控除を超えるケースがある。さらにイデコもやるってなるとですね、さらに控除額を超えた部分が発生するので、当然税金がかかるということなんですね。で、その時にじゃあどれぐらい税金かかるのかっていうのを見ていきます。では、例えばこのような方がおられると想定しましょう。退職金が2200万円で、イデコの金額が700万円あったとします。で、退職金2200万ってめっちゃ多いやんって思われると思うんですけれども、大手企業だったらこれぐらいあるかなという感じですし、公務員の方でもこれぐらいの金額はあるんじゃないかなと思うので、公務員の方だったりでですね、イデコもやるってなると、これぐらいの金額になるっていう方もおられるんじゃないかなと思います。羨ましいですね。で、もしですね、この2つの金額合算すると2900万円ですが、これを60歳の時に、要はこの動画のテーマである退職金の受け取り年とイデコの受け取り年をずらさずに、両方とまとめて60歳で受け取ったらどうなるのというお話なんですけれども、2900万円に対して控除額が2060万円ということなので、これ引いたら840万円が残るということですね。この840万円をベースに所得税の金額と住民税の金額を計算していくという形になります。では先ほどの計算式に当てはめていくと、収入金額からですね、退職所得控除を引いた金額が840万円だったということですね。で、それに2分の1かけるということなので、420万円の金額がこの退職所得の金額になるということです。で、この退職所得の金額に税率をかけた部分が所得税の金額になるので、420万円に税率をかけます。その税率は何かって言ったら、この所得税の税率というところですね。で、これはですね、めっちゃ簡単に計算式が載っていて、ここにですね、即算表が載っていて、420万円のところの金額の列を見てですね、ここ330万円からだいたい695万までのところですね、が420万が該当するところなので、420万の場合はここ 20% かけてくださいねと書いてますね。で、そこからこの控除額の42万7500円引いた後の金額があなたの納める所得税の金額ですよということになります。で、それを計算するとですね、所得税の金額はだいたい41万円ぐらいになります。先ほどの計算式ですね、840万の半分したものに 20% をかけて、そこから42万7500円引くと41万2500円という金額が出てくるので、この場合、所得税は41万円ですよと。で、住民税は計算式若干違うんですけど、単純にですね、課税所得をかける 10% をしたら、もうほぼほぼ住民税額が決まるというような感覚なので、この計算式で見ると42万円ということは、2つ合わせると83万円の税金を納めないといけないということになります。この金額が多いか少ないかは、ちょっと個人の感覚によると思いますが、2900万円の所得を得て83万円納めるというのは、決して多い方ではないんじゃないかなと僕自身は思ってます。ですが、もしですね、この受け取り年を変えると、もう少し税金は少なくなってですね、この所得税の金額が少なくなる仕組みになっています。
ではそれを計算していきましょう。例えば退職金を60歳で受け取って、iDeCo を61歳で受け取ると想定してみましょう。2200万円を66歳の時に受け取る。そして iDeCo を翌年に受け取るということですね。退職金が2200万円ということは、もう控除この段階で使い切るので、まず60歳の時にこの140万円に対する税金を納めることになって、で翌年61歳の時にはこの iDeCo に関して700万円はですね、もう控除残ってないから、700万円丸々が課税対象になるということなので、結果ですね、課税対象になるのは840万円だから変わらないんですけれども、所得税は累進課税という税率のため、これを分けてしまう方が税金が少なくなるんですね。それは後で説明していきますが、じゃあどれぐらいになるのかっていうのをまず見ていきましょう。まず退職金の方ですが、計算式一緒ですね。140万円の半分にしたものに所得税率をかけるということですが、先ほどの計算式にある通りですね、ここの金額は少ない方が税率が低くなるので、140万円の場合はここの 5% をかけるということになります。ごめんなさい、140万円じゃなくて70万円ですね。なので70万円に 5% をかけた金額が納めないといけない所得税額ですよということになるんですね。なので、この場合は所得税3万5千になりますよと。で、住民税は70万円かける 10% なので7万円ですよと。で、これと全く同じように、iDeCoの場合も同じ流れで計算をしていきます。で、ちょっと省略していくと、700万円に 20% かけて、そこからですね、427,500 円の控除を引いたら、272,500円という数字が出てくるので、この年の納める所得税は27万円ぐらいになりますよということですね。で、住民税は35万円ということなので、これ見てほしいんですけど、住民税は合算したら42万円ですよね。これ先ほどの同時に受け取った時ですが、これ住民税同じく42万円なんですね。ですが、一緒に受け取った時、所得税41万円に対して分けるとですね、約30万と5千円になっているので、だいたいですね、10万と5千円ぐらい少なくなってるんですね。受け取り年をずらしただけで。で、それはなぜかと言ったら、さっきから何度も言ってる通り、所得税は累進課税と言って、この課税対象となる金額が高ければ高くなるほど課税される税率が上がってしまうからなんですね。で、ここがちょっとですね、勘違いされやすい箇所なので図を使って説明していきたいと思うんですけれども、累進課税の仕組みというのは図にするとこのような形になります。課税所得が上がれば上がるほど高い段階の税率が課税されていくということなんですね。で、この時によくある勘違いがですね、こう4000万以上課税所得になったら、もうほぼ半分税金取られるんだって思うんですけれども、これ間違いで、たとえ5000万の課税所得がある方でも、その人の195万円までの所得の部分には 5% の税金が課せられます。で、その次の195万から330万まで、その部分に関しては 10% 課税しますよっていうふうに段階的に上がっていくということなので、4000万円の超えた部分に関しては 45% が課税されるけれども、4000万円稼いだら全部に 45% 課税されるわけではないということですね。このあたりはですね、この図を表を見るとですね、こう4000万円超えたら 45% も課税されるから、これに全部これがかかるんだって思いがちなんですけど、これ間違ってます。本当に稼いでる人は多分そこは理解できてると思うんですけど、多分この表だけ見るとですね、そういう勘違いをする方がおられるんだなと思います。で、これはあくまでも即算表で、ここでやってることを簡単に計算するようにしてるんですね。で、実際にちょっと計算するとわかるんですけど、例えば課税所得300万円だったらどうやって計算してるかって言ったら、まず0から195万までは 5% かけてるんですね。で、そこを超えた195万から330万までの間、今回300万だから、だいたい105万ですね。300から195を引いたら105万ですね。この105万円の部分には 10% かけてますよということなので、これで計算したら20万と2500円という金額が出てきます。で、これをこの即算表で当てはめてみると、300万円だったらここに該当するわけですね。ということは300万の時は税率 10% だよ。って書いてるので、300万円かける 10% したら30万円、でそこに控除97,500円って書いてるので、30万から97,500円引くと20万と2500円という金額が出てくるので、全く同じですよね。要はこの段階ごとに計算していくのは面倒くさいから、もうまとめてあの即算表で計算してくださいよって意味なんですけど、あれがですね、逆にそう思わせてるだけで、
累進課税というのは段階的に上がっていく。だから高くなれば高くなるほど、その増えた部分に課せられる税金が多くなるということなんですね。なのでさっきのなぜ受け取り年をずらすといいのかっていうと、一緒に受け取った場合、課税所得が840万円の金額の半分、420万円になるわけですね。でも分けるとこれちょっと少なくなる。これ何をしてるかというと、課税所得が420万円だったら、ここの330万超えたこの間に入っている 20% の税金がここで発生するわけですね、多くなった分。でも分けて350万と70万にしたら、ここで課税される分がこの 20% の部分が少なくなって 5% の方が多くなりますよね。このあたりちょっと税金の難しいとこですが、課税所得、退職金の時は140万円でした。の半分が70万円なので、70万円の時は 5% 税率かかりますよね。で、翌年にもう一回イデコを受け取るってなったら、一緒に受け取っても 5% の部分は使っているはずなんだけど、受け取り年を分けることによってこっちでもう一回使うことができるんですね。だから350万の課税される時にもう一回 5% の部分を使うし、 10% も使う。で、どこが減ったかって言ったら、この 20% 課税される分の量が減るわけですね。だから課税所得が多くなる場合っていうのは、2回に分けることによって税金が少なくなる。で、その結果として受け取りを分けたら所得税が10万5000円も少なくなるよという仕組みですね。はい、ということで、ちょっとですね、税金の話は難しくてですね、でももっと多分ね、詳しい方はいやいや5年ぐらい空けたらとかっていう話も知ってると思うんですけれども、多分全部言うと初めて聞かれる方はわからないと思うので、まずはこの動画ではですね、まず所得税というのが累進課税になっていて、分けるだけでこの今の説明にあった通り税金が少なくなるっていう仕組みをまず1個理解していただいて、その上でですね、例えばイデコさらに、制度変わるかもしれないのであんま考えすぎても仕方がないんですけれども、例えばですね、5年ぐらい空けたらちょっとこう意味が変わってくると か、 なんかいろんなところがあって、ちょっとマニアックすぎる部分ではあるんですけれども、単純にですね、多い方は分けるだけでちょっと効果があるっていうところだけ知っていただければと思います。次回はですね、退職金が多い方、さっきのケースのように退職金多くて出口部分でお金払ってしまう、それでもイデコやるメリットってあるのという質問があったので、次週はですねそれにお答えをしたいと思うので、ぜひ興味がある方は来週も見ていただければと思います。もしこの動画が面白かった、役に立ったという方はですね、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録もお願いします。あと、お金のことを体系的に学べるオンラインコースも作成しているので、興味がある方は概要欄にその案内があるので、そちらもご覧ください。最後までご覧いただきありがとうございました。